豪栄道豪太郎は、大阪船屋川市出身で境川部屋に所属していた、元大相撲力士。本名は、沢井郷太郎。愛称は、郷太郎、豪ちゃん、ギャット。身長184センチメートル、体重160キログラム、血液型 B 型。得意技は、右四つより出し投げ切り返し外掛け、首投げ。最高位は、東大関。 趣味は格闘技テレビ観戦。漫画雑誌を読むこと、巨人ファンでもある。好きな食べ物は牛肉。嫌いな食べ物は、生魚、納豆、漬物。いわゆる、花の六一組の一人。現在は、年寄り、竹熊。1986年4月6日、大阪船屋川市で生まれる。体重4 3 8 0ムとかなり大きな赤ちゃんで、 郷太郎の母親が車を運転するときには、ハンドルとお腹がすれるほどであったという。男の子らしい名前にしたいと、太郎を、さらに豪華で大きいというイメージから、郷の字をひらめき、最も豪華で大きな太郎という意味を込めて、郷太郎と名付けられた。名は小学校1年生の頃から相撲を始める。当時の郷英堂が同級生の子供らの中で、 偉そうにしているのを見かねた家族が、相撲大会で大きい子にやっつけてもらおうとしの、相撲大会に出場させたところ、思いがけず優勝してしまった。それ以来本人は、相撲の面白さの虜になったという。小学校3年生からアマチュア相撲では、巧妙な片野市の古市道場に、軽半電車で通い、相撲の手ほどきを受ける。小学校時代は5年生の時に、 万博横綱に輝くなど、大活躍していたが、寝屋川40時代には、中学3年生の時点で 80kg と、軽量な体重のために低迷。相撲に対する熱意が薄れたという。埼玉栄高校相撲部の監督に勧誘された、際は、中学時代の不振を理由にためらったが、そんな自分に声をかけてくれたことに心を動かされ、進学を決心。 中学3年の夏頃から埼玉栄高校への入学が決まった10月までの半年足らずの間に体重を3 0ラム増量し体を作ることに努めた。高校入学後は相撲部に在籍し稽古に邁進。相撲部の山田同期監督は本来好き嫌いを食生活で改善させる方針のところ生物が苦手な騒いのために美味しく食べないと意味がないと わざわざ特別に焼いて食べさせた。高校相撲では1年生の頃からインターハイや全国大会で頭角を表し、高校横綱、世界ジュニア相撲選手権大会無差別級優勝など11個の個人タイトルを獲得し活躍。全日本相撲選手権大会でも高校生としては史上4人目となる3位入賞を果たした。全日本選手権の大会前には初の 高卒の幕下付けでの出現も期待されていたほどであった。2004年の全日本選手権直前、記者に対して大会を控えての謙遜や緊張の様子を見せるどころかプレッシャーはないっすね。できるものすごくなら優勝したいっす。狙っていますと言ってのけ、後年の文献ではほとんど笑うことはなく、その佇まいは高校生ではなく勝負師だったと評されている。 高校の2学年後輩にあたる上皇流は、高校時代の合栄道について、実力が違いすぎたので稽古をつけてもらったこともない。アマチュアのトップだったと証言している。元幕下、大将優でお笑い芸人のマービン・ジュニアは、埼玉栄高校の後輩である縁から、合栄道ネタを箱としている。同期のカスガノベアの土地王山は、自他共に認める、少年時代からのライバルである。 高校3年生の時に日本大学への推薦入学が内々定したが、沢井は各界入りを望んでいた。結果として日大への進学を辞退したが、これによって直前に控えていた国民体育大会相撲競技に臨むために稽古をする場所がなくなった。そんな時、埼玉栄高校相撲部の山田同期監督の先輩である栄川親方に相談し、 部屋の力士が稽古相手を引き受けることになる。幕下相手に稽古をすると、沢井の方が圧倒的に強かったというが、そのまま、境川部屋へ入門し、各界入り。2005年1月場所に、初土俵を踏み前相撲デビューする。3学期に入門してはいるが、埼玉栄高校は卒業している。序の口から3段目までを、それぞれ1場所で通過し、 幕下2場所目となる2005年11月場所では7戦全勝の成績を挙げて初の幕下優勝を果たした。2006年1月場所では西幕下2枚目の位置まで番付を上げたものの3勝4敗と入門してから初の負け越しを経験した。翌3月場所も3勝4敗と連続して負け越した沢井は勝ちたい気持ちが強すぎて硬くなって、 自分の相撲が取れなくなったと、立ち合いで変化して、相手を裁く小手先の相撲を封じ、以降関取昇進まで立ち合いで正面から当たれるようになったことで攻めのスピードも上がった。新十両昇進では土地王山に先を越されたものの、2006年9月場所において、西幕下6枚目の位置で7戦全勝の成績を上げて2回目の幕下優勝を果たして、翌11月場所において、 新十両へ昇進し、同時に仕込めを、本名の、沢井から、豪栄道へと改名した。豪は、本名の豪太郎と師匠の境川竹明の、名前から、栄は、埼玉栄高から、道は、相撲道と埼玉栄高相撲部監督の、山田道期の名前から一字ずつ取り、力強く境相撲道に昇進する意を込めた。新十両となった2006年、11月場所と、 翌2007年1月場所は連続して勝ち越し安定した実力を示した。一足先に土地王山が入幕した翌3月場所では初日から7連勝して重量優勝の争いに名乗りを上げ、千秋楽には里山に敗れ惜しくも重量優勝とはならなかったが11勝4敗の好成績を挙げた。東重量3枚目へと番付を挙げた翌、 5月場所では6勝9敗と負け越すが、翌7月場所では西十両5枚目の位置で12勝3敗で、優勝決定戦へ進出、岩木さん、極天方との共戦となった、優勝決定戦で敗れ十両優勝を逃したものの、翌9月場所の新入幕を確実なものとした。晴れで新入幕となった2007年9月場所は、西の14枚目の番付で、2日目に、 土地王山戦で負けた以外は白星を連日積み重ね、11日目の時点で10勝1敗の高成績を上げ新入幕力しながらも優勝争いに加わり日を追うごとに存在感を見せつけた。11日目に新横綱、白鵬が2敗目を喫したために優勝争いの単独トップに躍り出る。そのため12日目からは、 上位の役力士らとの対戦が3日連続で組まれ、12日目には、天、13日目には大関、千代大会、14日目には、横綱の白鵬と対戦するが、いずれも勝てなかった。新入幕の力士が、最高位の横綱と対戦するのは、戦後4人目に数えられる記録とされ、1995年、7月場所2日目の新入幕と佐野海と、横綱、 高野花以来12年振りの極めて珍しい事態となった。友情争いからは、外れるも、最終的には、新入幕で11勝4敗の好成績を挙げ、初の関東賞を受賞し時代を担う若手、有望株と目される場所となった。続く11月場所では、番付上位へ躍進し2日目から6連勝、後半に、負けが込んだものの8勝7敗と勝ち越しを決めた。 東前頭三枚目の位置まで番付を上げた翌二千八年、一月場所では三日目に大関、琴光を破り大関戦初勝利を上げたものの、結果的には五勝十敗と、自身の入幕後において初めての負け越しを喫した。西前頭五枚目の位置で迎えた同年、九月場所では十日目の時点で九勝一敗と、好調ぶりを示し、横綱、大関ら上位陣には、 不戦勝の朝昭流を除いて一勝もできなかったものの10勝5敗という好成績を挙げて2回目の関東賞を受賞し、翌11月場所において新三役となる東小結びへと昇進した。その11月場所では5勝10敗と大敗したものの平幕へ陥落した翌2009年1月場所で10勝5敗の好成績を挙げて初の技能賞を受賞し、翌 三月場所で小結びへ復帰した。その三月場所では、白鵬と朝昌龍の両横綱には、敗れたものの、千代大会、ことみつき、こと欧州の三大関とバルト、稀勢の里の両関分けを破り9勝6敗と勝ち越しを、決め、翌、五月場所に、西関分けに昇進した。2009年五月場所は、初日から3日、連続大関に勝ったが、 その後3勝9敗で6勝だった。2010年1月場所5日目に、大横綱戦の初勝利となる金坊氏を朝昇龍から、揚げ座布団の雨を降らせたが、この場所後に朝昇龍は、自身の問題行動による引退を表明したため、結果的に合栄道が朝昇龍にとって、最後の金星配給の相手となった。安国神社法の大相撲を結び、合栄道関、相手は、 関脇、木瀬の里関2010年に発覚した大相撲野球賭博問題では野球賭博に関与したということで特別調査委員会から近親球場を勧告され同年7月場所を休場し翌9月場所の番付は重量への陥落を余儀なくされたこの問題で法的には2011年3月3日に賭博会長釣り容疑で書類送検された 場所中の名古屋では、宿舎からの外出禁止が厳しく言い渡された。自責にかられ引退の可能性も口に、知っていたようだったと、母からの証言もあり、思い悩んだ近親時に一緒に苦しんでくれた師匠の、元で相撲の稽古に精進した。東重量筆頭の位置で迎えた2010年、9月場所で12勝3敗の好成績を挙げて、周囲との実力差を示し、 一場所での幕内復帰を果たす。翌、11月場所でも12勝3敗という好成績を上げた。続く2011年1月場所でも11勝4敗と対象し、翌5月技量審査場所でも3場所を連続しての2桁勝利となる11勝4敗の好成績を上げて2回目の技能賞を受賞した。翌、7月場所では再び東小結びへ昇進したものの、 その7月場所では5勝10敗と大敗した。2012年3月場所では、西前頭6枚目の位置で12勝3敗という、好成績を上げて3回目の関東賞を受賞。再び自己最高位となる、西関分けへ昇進した2012年5月場所では、8日目に、横綱、白鵬に、初めて勝利し、加えて、バルト、こと正義ク、 こと、欧州という三大関も破る活躍で8勝7敗と、勝ち越しを決め、初の四勲章を受賞した。この5月場所の後、同年3月場所前から違和感があったという左肘を内視鏡手術し、有利軟骨の除去を行っている。自己最高位を更新する東関分けの位置で迎えた翌、7月場所では、2日目に、こと、欧州を破り、7日目に、 木瀬の里を破ったものの、その木瀬の里戦で左脇腹を痛めてしまい、その後も出場して、勝ち越しを目前としていながら、13日目の土地の新戦において、上手投げで破れた際に負傷箇所を悪化させたために、翌14日目から休場し、結果的には7勝7敗1球という成績となって、負け越した。前場所で負け越したものの翌、9月場所でも西関分けの位置に止まった。 翌、11月場所では幕内では、地震初となる初日からの8連勝で中日に勝ち越しを決めた。その後、9日目に横綱、春馬富士に敗れ、12日目まで4連敗を喫して、優勝争いからは脱落したものの、2009年9月場所における、バルト以来となる号大関全員を破る活躍を見せて、11勝4敗の、 好成績を上げて3回目の技能賞を受賞した。2013年4月23日には、豪英道の送迎を担当する個人運転手が同年2月20日に豪英道の自宅に侵入し腕時計を窃盗したとして逮捕された。警視庁だけの塚警察署によると、容疑者は夜中に車を使われるのが嫌だった。困らせてやりたかったと供述した。 2013年5月場所は7勝8敗と5場所ぶりに負け越したが、翌7月場所は西関分けにどまり、その場所では初日から3連敗したが、終盤に6連勝し8勝7敗と勝ち越した。2013年7月場所初日に相撲解説者の前の海周平が場所前にぎっくり腰になったと明かしたが、豪栄道は絶対に怪我のことを自分で言いたがる力士ではない。 2013年9月場所では旧、場所関分け連続在位となり、史上3位体の記録となった。その場所では10日目に、横綱、白鵬に、唯一の黒星をつけ、その他にも4日目に、大関、琴将正義区、5日目に大関、琴欧州、13日目に、大関、木瀬の里を破る活躍を見せて11勝4敗の、好成績を上げ、2回目の四勲賞を受賞した。 翌11月場所は関分け連続在位が10場所となり、関分け連続在位は昭和以降では単独3位の記録となった。同年10月には寝屋川市ふるさと大使の移植を寝屋川市役所から受け、同市役所には豪栄道の等身大パネルやトロフィーなどが展示されている。何度も大関取りを逃しては関分けで停滞を繰り返したことで一時期は、 弱いから、去年と同じ地位にいるんですと自嘲気味だったが、2014年からは、大関昇進を公言して、自らを奮い立たせようとした。2014年1月場所は、関脇連続在位が11場所となり、関脇連続在位は、昭和以降ではことみつきに並ぶに大記録となった。翌、3月場所は、関脇連続在位が12場所となった。 関分け連続在位は、昭和以降では、単独2位の記録となった。また、土地王山が関分けに復帰したため、三関分けとなった。三関分けは、二千十一年九月場所以来である。その場所では、七日目に、大関、琴正岐区、13日目に、横綱、春間富士、千秋楽に、大関、稀勢の里を破る活躍を見せて十二勝三敗の、好成績を挙げ、 三度目の主君賞を受賞した。翌、五月場所は、関分け連続在位が十三場所となり、昭和以降では海王と並び一位体。この場所は、成績遺憾で、大関昇進にもなりうるが、十日目を終えて五勝五敗と、不調であった。それでも十一日目に、横綱、白鵬を破る主君の星を挙げ、先週楽に、大関、 こと正義区を下して8勝7敗と勝ち越しを決め、4回目の主君賞を受賞した。続く7月場所は、関分け連続在位が14場所となり、昭和以降では単独1位の記録となった。この場所は14日目が終了した時点で、関分けで安定しているので大関になってもまだまだ、やれるだろうと伊勢ヶ浜審判部長が、関分け連続在位記録を評価し、 理事会で千秋楽のこと正劇戦で白星を挙げることを条件として大関昇進を認める方針が決定した。千秋楽の取り組みでは、よりきりでこと正劇を下し、事前に示された条件を満たす形で大関昇進を決定づけた。それから三日後の七月三十日、愛知県体育館で開かれた日本相撲協会の番付編成会議と臨時理事会において、 万丈一致を得て、正式に、豪英道の大関昇進が決定した。くしくも、師匠の誕生日と同日であった。大阪府出身の大関誕生は、1970年9月場所に、新大関となった前の山太郎以来44年ぶりである。教会は直ちに出来余り児と大ナルト審判委員を、愛知県庭軍副総長の境川部屋宿舎に、死者として派遣し、 昇進を伝達。伝達式では、謹んでお受けいたします。これからも、山と魂を貫いて参りますと、向上を述べた。しかし、7月場所12日目の春間富士戦で、左外側半月板損傷の重傷を負ったことを受けて、場所直後の夏巡業は全休した。実母は、大関昇進が確実となった豪栄道について、小さい時から肉をよく食べていました。 ガキ大将でしたが、今もそのまま大きくなった感じです。大学に進学することも考えてましたが、今はプロに入ってよかったと語っている。新大関として迎えた9月場所には、初日の高安戦でいきなり黒星を喫する。二日目の豊ノ島戦では、不戦勝による大関初白星を得たが、昇進後の初白星が不戦勝というケースは、昭和以降初めてである。 12日目には1敗を守り優勝を争いをしていた、新入幕の一の城に敗れた。6勝6敗で迎えた13日目の白鵬戦では、勝利を収める奮闘を見せ、千秋楽での勝利によりようやく8勝7敗の勝ち越しを果たした。場所後の10月5日、相撲関係者をはじめとして、約1000人が集まった大規模な昇進披露宴が開催され、 北の海理事長や横綱審議委員会の末イエッサとアキララから激励を受けた。しかし続く11月場所では振るわず、10日から5連敗と崩れて12日目に負け越し、5勝10敗と2桁黒星を、喫した。2015年1月場所は大関3場所目で、初の角番を迎えるが、12日目終了時点で5勝7敗と、わずか在位3場所で、 大関陥落の大ピンチに陥ったものの、土壇場から3連勝して千秋楽に、こと棋区に勝利して8勝7敗と勝ち越し、かろうじて角番を脱出した。だが、この頃の合栄道は、勇敢富士に大関の器ではない、協会の任命責任が問われるという趣旨の批判を掻き立てられており、その評価は歴代最弱大関の座を争うレベルで低かった。 大関としては初めて地元の大阪府、3月場所を控え、場所前に優勝争いに加わり13勝すると公言し、初日から4連勝したものの中盤以降崩れ8勝7敗であった。5月場所は12日目に白鵬に首投げで土をつける活躍を果たしたもののその一番で左肩を故障。13日目に勝ち越しを果たしたにもかかわらず、 14日目に、左憲法剥離骨折で約4週間の過料を、要する見込みとの診断書を日本相撲協会に提出して休場した。2015年7月場所、左肩の怪我が喚起せずもあえて強行出場。初日からいきなりに連敗特戦を強いられたが、7日目に、新大関、ルノ富士を下すなどを持ち直して12日目に勝ち越し。その後、白鵬、 各竜の両横綱には敗れたが、千秋楽は木瀬の里を突き落とし、自身大関としては最高成績の9勝6敗で、取り終えた。だが、翌、9月場所は、中盤以降黒星が先行するなど不調で、千秋楽に木瀬の里に寄り切られ7勝8敗、大関として2度目の解禁負け越しを喫してしまった。次の11月場所は2度目の大関門番だったが、 先週楽の土地王山戦で、得意の首投げでギリギリ8勝7敗と勝ち越して、角番を脱出した。2016年1月場所は、前年11月場所前に痛めた右手首痛が、悪化した影響からか、7日目からは9連敗。先週楽には、大関、こと棋区に突き落とされ、2006年1月場所の、土地あずま以来10年ぶりの日本出身歴史による、 幕内優勝を健上する格好となった。最終的に大関昇進後では、ワーストの4勝11敗に終わってしまい、後当初、2016年3月場所は3度目の大関カド番となる。3月場所は校長で、5日目に、こと勇気に敗れた以外は白星を重ね、9日目に早々にカド番を脱出。11日目終了時点で10勝1敗で、白鵬、 木瀬の里と並び優勝争いのトップに立った。しかし12日目の白鵬との直接対決であっけなく敗北。その後も優勝争いに絡み続けたが、先週落で木瀬の里に敗れ、12勝3敗で終えた。それでも大関昇進後初の二桁勝利を挙げる、活躍を見せた。この場所は五日目の相撲で右太もも肉離れの重傷を負っており、 尊虚もできず他人の肩を借りないと歩けないほどで、あったが、人知れず複数の病院に出向き、痛み止めの注射を5本も打ち、栃木から気候市まで呼んで、緊急処置を受け、土俵に立ち続けた。5月場所は、初日から5連勝と、好調な滑り出しだったが、6日目に、こと勇気に、立ち合いがうまく合わずに敗れると、その後調子を崩し、9勝6敗の成績だった。 この場所12日目の白鵬戦では、左目がんかない壁を骨折した。7月場所は12日目までに7勝を挙げるもそこから、負け続け、7勝7敗で迎えた千秋楽も敗れ3、連敗を喫し7勝8敗と負け越した。場所前の9月6日、境川部屋に出稽古に来た春馬富士との3番稽古を終えた後、今年は大関の活躍が目立つが、 という趣旨の記者の質問に対して、俺も目立ちたい。プロなんだから目立って何ぼと四度目の角ド番を迎える、大関の心境とは思えない、前向きな言葉を発した。普段いくら、軽口を叩いても、相撲のこととなれば慎重に言葉を選ぶ合栄道で、あったが、8月に体を用意しといてと言って、周囲を驚かせた。場所前は、自分で努力してますっていうやつが、 嫌いと稽古の内容を詳しく話すことはなかったが、場所中に、二所の関審判部長が、体が張っている。大きくなっていると評したように、校長ぶりは明らかであった。自身4度目の角番で迎えた9月場所、初日から連勝を続け、校長を維持。7日目に二横綱三大関を倒し快進撃を、続けていた沖の海との全勝対決を制し、沖の海の勢いを止め、 負けないと思っていた。気合が入っていたので気にしなかったですと語り、11日目には逆転優勝を目指していた稀勢の里を渡し込みで下す。13日目には全場所優勝者の横綱、春間富士に土俵際の首投げにて逆転勝利する。この勝利に合栄道は必死でした。褒められた技じゃないけど、今日に関しては良しとしないとと興奮気味に語っていた。 そして迎えた14日目。玉足を干渉で下し14連勝を上げ千秋楽を前に幕内最高優勝を決めた。角番での優勝は2008年5月場所のこと、欧州以来8人目。幕内在位53場所目での初優勝は史上4位のスロー記録となった。また、大阪出身力士としては1930年。 1>, 1月場所の山西樹以来となる86年ぶり3人目の優勝であり、15日制となってからは大阪出身力士の優勝は初。また、現行の優勝制度施行以来103人目の優勝力士誕生となった。優勝のインタビューでは涙を流し、いろいろな思いがありました。思い通りにいかないことが多くて辛かったけど、今日で少し報われました。嬉し涙です。 大関に上がって、なかなか思うように勝てなくて、そういう辛い中で、自分の中で我慢してきた、僕は不安でいっぱいだった。勝負ごとは最後までわからないと語り、優勝できた勝因については、右差しにこだわって取ったのが良かったと振り返り、まぐれだと言われないように来場所、頑張りたいと来場所についても語った。綱取りについては、まだ何も考えていない。 ちょっと余韻に浸らせてくださいと、喜びをかみしめ家族との優勝記念写真に収まっていた。そして、千秋楽も大関、こと正義区を寄り切りで破り初優勝を全勝で決めた。大関カード番での全勝優勝は、史上初。日本人力士の全勝優勝は1996年、9月場所横綱、高野花以来20年ぶり。 初優勝が全勝となるのは1994年7月場所の大関武蔵丸以来22年ぶり。大関の全勝優勝は2012年9月場所の春間富士以来4年ぶり。日本人大関の全勝優勝は1994年11月場所高野花以来22年ぶりとなった。全勝で場所を終えたことに光栄道は大満足ですと語っていた。また、 埼玉県から彩りの国厚労賞を受賞。スポーツ放置は2016年9月25日付本市で涙のダメ大関怪我重圧乗り越えと見出しに書いて優勝を報じたが本人はダメ大関呼ばわりされたことに対して当時の担当記者を大丈夫っすよと笑って許した。自身初めての東聖陰大関。 そして初めての綱取りで迎えた11月場所も初日から5連勝とコースタートを切り1994年11月場所の高野花以来となる日本人力士の20連勝を記録した。しかし6日目に玉足に突き落としで破る連勝が20でストップした。翌日の6連敗中の改正には勝利するも、その翌日から1勝6敗の不調の沖の海に物言いで、 際どい判定だったが軍配返り敗戦し、続く木勢の里にも敗れ連敗。こと棋区に勝利してからは3敗で追走していたが13日目に、春間富士に敗れて4敗に交代し、優勝の可能性と綱取りが完全消滅した。その後もに横綱に連敗するなど9勝6敗で、初めての綱取り場所を終えた。道は場所を振り返り、もうちょっと相手をよく見ていけばね。 最後までねと発言し、動きについては、動きは悪くなかったと手応えも口にし、期待されてて、それに応えられなかったのは、申し訳ないけど、また来場所から気合い入れてやるだけです。いい経験できるようにと気持ちを新たにしていた。2016年12月20日、第49回内閣総理大臣杯日2本、プロスポーツ大賞、厚労賞を受賞した。 思い通りに行かないことも多くて辛い日もあったけど、少し報われたと本人はコメント。安国神社法の大相撲を土俵入りする、合栄道関、安国神社法の大相撲、合栄道関の相手は、春馬富士関2017年1月場所は、場所前に腰を痛め出場さえ危ぶまれたがなんとか、出場し、他の横綱、大関陣の多くが早々に脱落する中11日目まで参拝で、 優勝争いをしていた。だが、12日目に、遠藤に敗れて、優勝争いから脱落。さらに、取り組みで足を負傷してしまう。結局、相撲が取れる状態ではないということで休場し、木瀬の里戦は、不戦敗となった。怪我の詳しい症状は、右足関節外側人体損傷のため全治1ヶ月であり、重症であった。休場までに発症を上げていたため、 カド番は、免れる形となった。3月場所は地元大阪だったが2日目から4、連敗し、6日目に、右足関節外側人体損傷で、約5週間の過剰との診断書を提出し、休場、来場所は、歴代ワースと8位の5度目のカド番となった。春巡業深谷場所では5月場所に向けて、本格的に稽古を再開した。 王栄道は同じ相手と続けて相撲を取る3番稽古で、佐田の海と3番、母校の埼玉坂江校の後輩となる大栄将と9番を取った。佐ぜ自らの力強い寄りや横に動いての投げを見せたが、体の反応とかがちょっと遅い。これからじゃないですかと納得はしていない様子だった。5月2日には、その前日に死去が公表された自身の大師匠にあたる佐田の山の家の前で、 木刀を捧げた。合栄堂は最近は出羽の海一門の関取も減っている。頑張らないといけないと責任感を滲ませた。5月場所は11日目の時点で6勝5敗と勝ち越しを果たせるかどうか微妙なところであったが、13日目に勝ち越しを決め、9勝6敗でカド番を脱出した。6月22日の朝稽古には NFL のペイトリオッツに所属するトム・ブレーディが、 見学に訪れ、合栄堂はぶつかり稽古で、ブレーディに胸を出した。7月場所は、初日から連敗。しかしその後3連勝し持ち直すも、終盤の3連敗で7勝8敗と負け越し、9月場所は、歴代ワースト7位の6度目のカド番で迎えることとなった。8月7日の夏巡業本場場所では、正代を3番稽古の相手に指名し、9戦全勝。 13日の夏巡業仙台場所では朝稽古の土俵下で、春間富士からやってみろよと勧められ1個 5kg の重りを両手に持ち腕を回すという内容のトレーニングを行った。勧めた春間富士は一人でやるのは寂しかったからさと笑いながらも重いものをあげるばかりがトレーニングじゃない。これは腰から首と全身を鍛えられるんだよと力説。 こういうやり方もあると実感できただけでも大きいと、合栄道もヒントを得た様子だった。8月17日、当時夏、巡業札幌場所に参加中であった合栄道は、札幌ドームで行われた、北海道日本ハムファイターズ対埼玉西部ライオンズ戦で、始球式を行った。テルノが途中球場で負け越したため、 負け越しながら9月場所も西の西大関で迎えた。9月場所は横綱3人が初日から休場。さらに大関も2人が休場し、合栄道のみになるなど、幕内で休場者が続出する波乱の場所になる。合栄道も、初日いきなりこと正義区に変化されて破れるが、その後8連勝し、見事角番脱出に成功。いっぱいで優勝争いをする。 11日目20連勝で2桁に到達し、11日目の段階で3敗に平幕力士がいるのみとなった。この後3敗力士も揃って敗れていき4敗に交代。優勝に大手をかけるものの、12日目に昭宝山、13日目に高啓昭と平幕の力士に連敗。その間3日目から琴将正区、北斗藤。 序盤の秋場所を引っ張った大野章に3連敗を喫し、10日目の高啓章との一番にも落とした春馬富士に追い上げられてしまう。そして、千秋楽の直接対決、本割と優勝決定戦ともに圧倒的な内容で、寄り切られる敗戦で逆転を許してしまう。一時は三差あった状況からの屈辱の大失速で、優勝を逃し、11勝4敗の優勝同点の成績で終えた。 審判部の二所の関部長は、本、割で勝って12勝3敗での優勝なら、来場所につながるだろうと九州場所での綱取りを明言したが、優勝同点に止まったことに、2番ともに相撲にならなかった。横綱3人も休んでいる中11番では、印象は悪いし、難しいと否定的な見解を示し、綱取りにはならなかった。敗れた合栄道はいつか、 これがあったから良かったと言える相撲人生にしたいと、リベンジを誓った。10月18日の秋巡業津場所では、この巡業に入って初めて相撲を取り、正代と5番取って全勝。11月3日に、福岡県大野城市にある境川部屋、九州場所稽古場では、妙義龍ラ部屋の力士と申し合いを行い、21戦、全勝。11月場所は、初日からで5連勝したが、 中盤以降失速し、13日目に不戦勝と、でようやく勝ち越しを決め、9勝6敗で場所を終えた。2018年1月場所は、初日から4連勝するも、その後連敗し、優勝争いから脱落。終盤3連敗するなど、最終的に8勝7敗で場所を終えた。場所初日に北の富士が、今場所はいいと思うよと断言したが、結果的には振るわなかった。 三月場所は地元大阪の観客から連日の大歓声を受けたが、初日に苦手の玉足に敗れると、四日目には遠藤に敗れて、序盤から波に乗れなかった。中盤に持ち直したが、九日目に大関初挑戦となる千代丸に敗れて参敗に交代。それでも、翌十日目には番付で下に当たる土地のしに、立ち合い変化の末に勝利。 わずかに残る優勝の可能性に執念を見せたが、13日目に、大関、高安に敗れて4敗となり優勝争いから脱落。翌14日目には、横綱、角竜に敗れ優勝を決められた。先週楽も敗れて9勝6敗の成績だった。5月場所は、場所前にもう一人の大関である高安が休場を発表したため、一人大関として迎えた。初日から、 万弱の相撲で連勝するも、三日目に、新小結びの遠藤に敗れると、次第に引き癖を露呈して調子を落とし、中日を終えて三勝五敗と黒星を先行させた。翌九日目から、左足関節離男性軟骨炎により途中休場。七月場所は、歴代ワースト四位の自身七度目の角番となった。またこの休場により大関が不在となったが、 これは1959年9月場所以来59年ぶりの出来事となった。7月場所は場所前の稽古で高安、土地の新の2大関を圧倒し、七夕の短冊の願い事に優勝と書くなど校長ぶりが伝えられていた。しかし場所は7日目までに各竜、白鵬、稀勢の里の3横綱全員と土地の新の1大関が休場する波乱。 合栄道も優勝を狙ったが、初日に、正代に敗れ、4日目には、元大関のこと将棋義区にも敗れて、序盤で2敗を喫してしまう。さらに、7日目には高慶勝に圧倒され3敗に、交代。その後中日からは5連勝と持ち直し、11日目に、勝ち越しを決めて、角盤番を脱出する。しかし13日目に1敗で優勝争いの先頭に、 立っていた西関脇の御嶽海に敗れて4敗目を、喫死優勝を争いから脱落。先週楽には、後輩大関である高安に干渉し10勝5敗、昨年9月場所以来、5場所ぶりに2桁勝利を収めた。8月1日の夏巡業小松場所では十両と十五番、申し合いを行った。9月場所は、初日から快星に敗れるが、その後不戦勝を挟み、大関、 土地の神、大関取りの関脇、御三海に干渉するなど、8連勝。10日目に高安との大関対決に敗れるも、その後、横綱、角竜に干渉するなど、白鵬と終盤まで優勝争いを繰り広げた。しかし、14日目の白鵬との直接対決で、白鵬の41回目の優勝と、前人未到の横綱通算戦勝を達成される。 歴史的取り組みで敗れ、白鵬に目の前で優勝を決められた。先週楽、横綱、木瀬の里に干渉し12勝3敗、大関昇進後初の連続2桁勝利を達成。白鵬にぐ自身7度目の優勝時点となり、自身3年連続となる秋場所での2桁勝利で場所を終えた。11月場所は初日に母校埼玉坂への後輩である北斗富士に勝利。 少し頭にあったという、先場所改正に敗れた初日敗戦を回避したが、二日目に、同じく母校の後輩の高啓勝、三日目に、長年のライバルと地山に敗れ連敗。五日目にも、二日を合わせの平幕。西木,木に深くを取るなど、早くも優勝争いに遅れを取る。その後、十一日目まで六連勝し勝ち越しを決める。しかし、九日目の千代大流。 10日目の20日を合わせの朝の山と2日続けて立ち合いでの変化による勝利で八角理事長は受けて欲しかったと残念がり土評価で見守った大野松審判部長は食らいついていくという気持ちではないかと胸中を押しかったと優勝のためになりふり構わぬ姿勢を見せているように見えたが7日目の招待戦で右上腕部を痛めており 右大胸筋上腕骨付着物事断列で約6週間の安静化業を要する見込みとの診断書を提出し12日目から休場となった。師匠の境川親方はこの日の朝に合栄堂と話し合って休場を決めたと明かし昨夜は右手が上がらず左手で食事をしていた。もう無様な相撲は取れないと説明。境川は 九州場所担当部長も務めており、横綱が全員休んでおり、私の立場からしても本当に申し訳なく思うと謝罪した。大怪我であったが、休場を発表した次の日から稽古場にはおり、試考を踏むなどできることをやってきた。12月2日から始まる冬巡業は、不参加の見通しであったが、20日の埼玉県熊谷市で行われた巡業より合流した。 2019年1月場所は、大関昇進後ワーストとなる初日から4連敗を喫するなど、9日目の時点で3勝6敗と勝ち越しが危ぶまれたが、そこから持ち直し、14日目は、白鵬の休場による不戦勝で勝ち越しを決めた。その、白鵬の休場により、西大関ながら割り崩しにより、先週落結びの一番を務め、大関昇進をかける高継勝を、 一方的に押し出して干渉し、高啓勝の大関昇進を阻む勝利を挙げた。結果、10日目から6連勝して9勝6敗で場所を終えた。3月場所では、大阪で優勝したいと場所前から意気込みを語り、地元大阪のファンの歓声を受けながら、初日から5連勝し、好調ぶりを見せる。しかし、6日目に大栄勝に不覚を取ると、9日目にはいっぱいで、 優勝争いをしていた一の城に敗れ、二敗に交代。その後、再び連勝するも十三日目に、全勝の白鵬に、寄り切りで敗れ、優勝争いから完全に脱落。それでも、残りの取り組みでは、横綱、各竜に干渉するなど、白鵬以外の上位陣に全て勝利して、十二勝三敗で、場所を終えた。なお、地元大阪での二桁勝利は三年ぶりとなった。 4月20日の春巡業歌手話場所の稽古場では、平幕の将大と西木義を相手に相撲を取り、11戦全勝と、校長をアピールした。28日の町田場所でも平幕の将大に10勝1敗と、順調な調整ぶりを示した。5月6日の横綱審議委員会の稽古総見では、白鵬を除く三役以上の力士との申し合いで10勝3敗と、校長が伝えられた。5月場所は、 初日から連勝するが3日目に敗れてから崩れ始め、7日目から4連勝するも11日目までに平幕相手に4敗を喫し優勝争いから事実上脱落。14日目には2敗で優勝争いの単独首位に立っていた朝の山に敗れ、先週楽を前に平幕優勝を許す形となってしまった。 先週楽も各流に良いところなく敗れて結局、この場所を9勝を6敗で終えた。1横綱1大関が休場する中で、優勝争いに最後まで加わることができなかった。7月場所は、途中休場で9月場所は、歴代ワースト3位体の8回目の角番となった。9月場所は、2横綱1大関が序盤で休場し、 優勝のチャンスだったが関脇以上との対戦を残して10日目までに4敗と苦しい状況。12日目に角盤番を脱出し、翌日には優勝争いの単独トップとなっていた大関復帰を決めている高啓勝に勝利し、先輩大関の意地を見せた。この時点で2敗力士が消え、14日目の三竹海戦で勝利すれば優勝の可能性もあったが敗れて優勝争いから脱落。 先週楽は大関同士の対戦を制して10勝5敗と3、場所ぶりの2桁勝利を挙げた。11月場所は初日に遠藤に敗れた際に左足首を痛め、2日目から途中休場となり、2020年1月場所は歴代ワースト単独3位の9回目のカ番となった。場所後の27日、12月1日から開始される冬、 巡業を初日から休場することが、相撲協会から発表された。2020年1月3日に出羽の海部屋で行われた、出羽の海一門の稽古始めでは重量力士3人を相手に、立ち合いから受ける稽古を23番、取って汗を流した。すでに2019年末から部屋の若い種に胸を出す、稽古は行っており、だいぶ踏ん張りが効くようになった。 場所には間に合うと思うと話した。4日から2019年11月場所初日以来、約2ヶ月ぶりに相撲を取り、6日の横綱審議委員会の稽古総研では、幕内上位を相手に7勝2敗と復調をアピールした。しかし2020年1月場所では、初日から3連敗するなど大きく黒星先行。 7日目には全勝の正代を送り倒しで撃破し、大関の意地を見せ、副長の気配を見せたが、白星を伸ばすことができずに12日目に、朝の山に右四つ、左上手を取る絶好の体制を築くも、朝の山に、左上手を許すと攻め手がなくなり、最後は引きつけて出られて、土俵を割って、土俵下で審判長を務めた師匠の境川親方の前で、負け越しが決まり、 大関観楽が決定した。一番を土俵下で見届けた師匠の境川は、現役続行か問われて、当然、当然。まして来場所は後当初と明言しつつ、本人も今は、方針状態だろうけど、戦う力はまだあるからと力を込めつつ、このまま終わっていいのかは、本人が受け止めることだと、本人の意向を尊重する構えも見せた。この場所は5勝10敗で終えた。 負け越しが決まった後も出場し続けたことについて、やめる気持ちだったら、土俵に上げるわけにはいかなかったと境川は、説明している。しかし1月27日に、現役引退の意向を固め、この日までに、師匠の境川親方が、日本相撲協会に、合栄道の引退意向を伝えた。1月28日に日本相撲協会へ、引退届を提出し、年寄り、 竹熊を襲名することが臨時理事会で承認された。なお、豪栄道の大関在位33場所は、元よ小綱の稀勢の里や、こと菊区を超えて歴代十位の長名であった。通算成績は696勝493敗66、9。記者会見では、自分勝手なわがままで引退させてもらったと、周囲の説得を押し切っての引退であったことを明かし、 ご当地の大阪場所であった3月場所を待たずしての引退については、気力のない相撲を皆さんの前で取るわけにはいかないと思ったと語った。また、部屋で学んだこと、怪我との戦いを振り返り、師匠に対しては、境川部屋に入っていなかったら、もっとうねぼれた人間になっていたと思う。自分を正してくれて本当に感謝ですと感謝を述べた。思い出の取り組みとして、 幕内最高優勝を果たした一番である2016年9月場所14日目の玉橋戦線を挙げた。高校の10学年後輩であり同じく大関まで昇進した高啓勝は引退に際して10個下の自分が軽はずみなことは言えないけど本当に埼玉栄へのみんなが憧れていた。みんなが合栄道関みたいになりたいと目指していたと高校時代を解雇した。 2月28日、史上初となる、寝屋川市民栄誉賞受賞が決定し、寝屋川市内で受賞式が行われた。竹熊は、僕なんかでいいのかなとも思うが、素直に嬉しいと笑みをこぼした。同年9月場所の2日目、NHK の大相撲中継で解説を務めた。その冒頭で、世の中の情勢を踏まえまして、再来年の初場所後にやることになりましたと自ら、発表した。 12月9日、同年5月24日に、東京都出身の年下の女性と結婚し、11月1日に、長男が誕生していたことを相撲協会が発表。回しを取ると、力と技の両方が生きて強い。根は、右四つではあるが、器用に右でも左でも前、ふんどしを引けば、引き付けの強さを生かして釣り寄り君に前に出る。 出し投げや切り返しなどで崩しつつよるテクニックもある。力を頼りに思い切った投げに行くこともある。気風の良さも技の綺麗に良い影響を与えているという評価があり、NHK 大相撲解説者の北野富士は、合栄道は自分の判断に沿って死ねる覚悟を持っていると表現している。技術や判断力が高いが、反面両手から払い落とすような、 引き技が多く重圧がかかる場面では取りこぼしを恐れて引き癖を露呈しがちである。刺身や前さばきがうまくない部類に入る力士でもあり、日本体育大学相撲部監督の斉藤和夫は、大関昇進に時間がかかった要因として、それを指摘している。2009年9月場所12日目のドスコイ FM では、解説を務めていたシコロヤマが、 豪栄道という力士は本当に差し負けますねと、辛口の票を下した一方で、あそこまで差せないのに相撲が取れちゃうのは、相撲感がいいんでしょうねと返し、前述したような引き技の精度を絶賛した。初優勝以前は、左前奮闘しに関わりすぎる嫌いがあり、左上手を取ると木勢の里などに抱え込まれて、しまうことがあった。大関昇進後は引き技は打たない傾向にある。 2017年、9月場所などは、12日目の昇宝山戦、13日目の高景勝戦と続けて、敗戦を起死しているが、その負け方を武蔵川から、僕の一番嫌いな合栄道だったな。同じことをやってるんだ。自分より小さい相手に対して引いても、簡単には食わないよと批判されている。また前に落ちる場面も目立つ。2011年までのそれほど大柄でなかった時期も、 含め、元来出足が鈍いことも弱点である。2013年、3月場所まで回しにこだわりすぎて密着され状態が起き上がり、張り手を受けて、出足が止まって離れたところで落とされる傾向もあったが、翌、5月場所からは、おっけを多用しておりこの二つを幾分か、克服している。よりながら不意に外掛けを打つことがある。 首投げも武器になっているが裏を返せば、脇が甘いという弱点が備わっているということであり、元日本テレビアナウンサーの原和が川2014年11月場所前の座談会でこの点を指摘している。同じ座談会に出席していた、元テレビ朝日アナウンサーの同、谷志郎はこの首投げについて、先場所の癖の里戦のように決まるときは、綺麗に決まっちゃうから、 悪い癖を直すのもなかなか難しいと評している。全勝優勝を果たした2016年9月場所になると体重が 160kg まで増え相手の攻めに交代する場面が減った。これについては高校時代から支持するトレーナーの岡竹里氏が決して急に強くなったわけじゃないんです。怪我をした時は怪我をしていない部分を強化してきました。でも稽古でできる筋肉と トレーニングでできる筋肉は別物なんです。秋場所前は夏巡業から4週間近く稽古して、相撲の筋肉がついて、体の張りが良くなった。本来の合栄道の体に戻っていたんです、と話している。また、この場所の相撲解説者たちからは、立ち合いが低い、引きがなくなったと校長の要因を指摘されていた。黒姫さんは、 立ち合いで右手をしっかりついて腰を割った状態で、左のちょんつきで立って、右四つに徹底した相撲を取ったことが、同場所で優勝した要因と分析しており、それ以前に見られた、針刺しが頭にあって、腰が浮いた状態で立っては、針刺しが失敗して、バタバタして、安易に引く相撲が見られなくなったという見方をしている。年月場所前の黒姫さんのコラムでは、密着できればいいが、 相手と感覚ができると我慢しきれずに、すぐに引き合いなしにかかる。回しが取れなくても、追っつけながら密着していく攻めを心がけてほしいと、評されている。黒姫さんは11月場所前になると、豪栄堂も、正代や土地王山に対し、自分から踏み込んで突き起こしている。なぜ、あのような相撲が春馬富士に対して取れないのか、萎縮する部分があるのかもしれないが、そこがすごく、 気になった点だと指摘し、打倒、春馬富士という意識を強く持つべきだと私は思う。白鵬の時はこうだ、角竜の時はこうだということよりも、春馬富士対策一つに絞って稽古していくべきだろう。それが、白鵬、角竜、稀勢の里といった他の横綱戦にもつながっていくと思うと雑誌の記事内で助言している。大関昇進以降は怪我で休場することが多く、西岩は、 アクロバティックな相撲を取るわけでもないんですが、稽古を続けると筋肉が固まって疲労が溜まるんですね。だから、親方も調整は本人に任せて、休みたい時には休ませる、治療する時は治療させるといったスタンスの方が、いいような気がしますと2017年5月場所前の相撲雑誌の記事で意見しており、同時に全勝優勝した秋場所は、師匠が九州場所担当でいませんでしたからね。 あれが良かったんじゃないかとと言っている。右四つ得意ではあるが、白鵬など、右四つで大横綱の地位を確立したクラスの力士を相手にすると対処しきれない部分があり、2017年5月場所11日目に白鵬に敗れた際には誘われるように右を刺してしまった。それが失敗と反省の弁を述べている。2017年7月場所3日目、4日目と変化して、 白星を収めたことを相撲ファンから批判されているが、双子山は、優勝のチャンスが出た場所での勝利への執念、変化した2番の相手は、吉風と、土地の心で、合栄道はやや苦手としているため容認できる範囲と、同年11月場所前のコラムで擁護している。2018年1月場所は、中日の千代田流戦で、立ち合いの威力に屈してそのまま突き出しによって負けており、本人も、 立ち合い負けでした。相手が良かったんじゃないですか。これからですと、立ち合いの威力に優れる力士には苦戦するという面を自覚しているかのようなコメントを残している。精神面に関しては2018年9月場所前の記事で花田虎上がライバルであった春馬富士の引退によって、張り合いがなくなってしまったのではという分析をしている。2019年、 3月場所中の7代高子の分析によると、自分の体の大きさを把握せずに紙手を取ることの重要性を忘れて変に2本を刺して自滅することがあるという。その場所9日目の1の乗船で小手に振られて負けたのが恒例である。2020年1月場所中に同じく高子から張られてすぐにカットなり相手に応戦してしまい4つを見分けなかった高安とは異なり、 大関からの陥落が決まっても自分の肩で勝ち切り美学を貫いた部分が5年4ヶ月の間大関を務められた理由だと分析されている。現役時代、会食では白米やビールなどカロリーや糖質の高いものを避けてコンディションを維持していた。合英道の最多連勝記録は20連勝である。下記に詳細を記す。ありがとうございます。